安土城の高層天守にいざ潜入。まずやってきたのが天守の1階です。当時の記録に基づいて内部を詳細に再現しました。あ、はい、扉開いてますよ先生。入ってもいいですかね。入りましょう、入りましょう、はい、出ていただきます、はい、どうもです。お邪魔します。おお、これはすごい。超豪華ですね。いや見事ですね。あ、まあ、もう一番なんかお金かかってそうなとこですね。ここは天守を訪れた客と信長が対面するための部屋です。上段の間と合わせて広さは16畳。きらびやかな空間でした。襖絵は天下一の絵師集団狩野派が手掛けました。部屋の中にはこんなものも。先生、はい、柱太いですね。これ私の胴体ぐらいあります。まさにあのススキの上に据え付けられていた柱がこれっていうことになりますよね。なるほど。もうあんだけ礎石大きいっていうのはこれだけ太い柱を支えなくちゃいけなかったんですね。豪華絢爛な内装で見るものを圧倒し、格の違いを見せつける。この部屋に込められた信長の演出が見えてきます。上様。おお、何をしとんだ。加藤探偵は、この度の安土城復元 VR の働き見事である。ありがとうございます。なんでこんな小芝居をしてんの。続いては5階を調査。八角形の独特な形をしています。うわー、なんだここ。いやすごいですね。これまでのお部屋と全然雰囲気が違いますね。違います。ちょっとこう絵がエキゾチックというか。1階とは打って変わって城の中とは思えない神々しい空間が広がっていました。こちらは釈迦説法図。5階に描かれているのは仏教をテーマにした絵です。こういった仏教的なですね、その宗教の力も、まあ、自分に味方していると、はい、まあ、そういったものをこう全て集めて、まあ、自分がですね、はい、まあ、天下人として進んでいくんだっていう、なんというか信長の心の空間に上がってきた、上ってきたっていう気がします。この部屋に天守に秘めた信長の野望に迫る重要な手がかりがありました。先生、はい、派手な柱。もうこれまたすごいですね。竜ですよ。おお、竜だ。かっこいい。いやまたこれは強そうですね。ね、躍動感があってありますね。黄金の柱を舞う勇ましい竜です。中央の4本の柱すべてに描かれています。実は5階の外壁にも飛竜が。まさに竜だらけです。なぜ信長は安土城に竜を据えたのか、その狙いが最上階6階で明らかになります。あ、最上階来ましたよ。来ましたね、ついに6階やってきましたですね。最上階6階に描かれているのは中国の歴史上の偉人たちです。
そこに龍と特に深い関わりを持つ絵がありました。お、何やら偉そうな一人、これ実は中国の、まあ、伝説のそして理想の皇帝を描いている絵ですね。皇帝ですか。はい。信長の生涯を記録した新朝後期には安土城の最上階の様子が次のように書かれています。中国の伝説の帝王が描かれている。絶対的な権力を握った中国の皇帝、そのシンボルこそ龍でした。まさに下の階で、まあ、龍を描いていることと最上階でその皇帝そのものを描いているということとよく一致しますよね。安土城の天守には信長の中国皇帝への強烈な意識が反映されていたのです。そこには天下統一の先に抱いた信長の野望があったといいます。宣教師フロイスは次のように記録しています。信長は日本の絶対君主となった暁には大艦隊を建造し中国を征服しようと考えた。信長の視線はすでに海外へと向かっていました。安土城の天守は信長の決意を示すために築かれたのではと千田さんは考えています。信長にとってですね、この安土城の天守っていうのは自分自身が皇帝のような力を持つ、それを全ての人に示すというですね、そういった強い思いを込めて作られた、まあ、一つの大きなシンボルであったというふうに思います。日本から世界へ、安土城には信長の果てなき野望が秘められていたのです。今回の VR 調査、もう一つ意外な場所で信長のこだわりを見つけました。おっと高っ、いいでしょう加藤探偵。いいって、ちょっと怖い。高所恐怖症。うわ怖い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 怖かった。怖いわな、これは怖いわ。怖い。日本の城の屋根の上に信長が初めて置いたものがありました。目の前、シャチホコ？シャチです。シャチホコですか。はい、初めて目の前で見ました。シャチホコはこのあと大阪城、名古屋城、姫路城、数多くの名城に飾られることになります。安土城の VR 調査、これまでの城の常識を覆す信長ワールドを体験することができました。